レイソル講演会アンバサダーの近藤直江です。ゲストはこの方です。お久しぶりです。澤です。どういう流れで日本に戻ってくることになった？ちょうどその2008年の1月に、うん、まあ、娘も生まれてたから、うん、両親にちょっと顔合わせたいと、はい、嫁さんもそうだし、はい、娘も、はい、で自分も本当5年以上もう日本に戻ってなくて、うんうん、で久々にじゃあ一時帰国しようっていう感じで戻った時に、うんうん、たまたまそのペルーでこの2002年から8年まで、うん、特典した、うん、ゴール集っていうのを DVD に入れてたんだけど、うん、それをまあそれは何、代理人が持ってたってこと？それをね、作ってもらったの。自分え知り合いに作ってもらった。あ、そうなんだ。そう、うんうん、作ってもらって、うん、でそれを日本に持って帰って、うん、で中央学院の、うん、恩師浜田先生、うん、これ僕 の、 向こうで頑張ってきた、頑張ってきたですね、見てくださいみたいな感じで、うん、そういう気持ちで渡したんだけど、うん、まさかまさか浜田先生が、うん、ちょうどその DVD を持ってた時に、うん、当時スカウトだった下平さんがいまして、うん、で仲が良くて2人は。あ、そうなんだ。そう、すごく仲がいい、うん、でそれで先生が下さんに、うん、こんな選手いますよ、うん、から始まって、でそれで、うん、レイソルも当時一さんかな、2008年、そうだね、2008年そう、うん、で OK もうぜひみたいになったんだけど、うん、もう契約してあったから、この2008年シエンシアーノっていう、うん、でリベルタドーレ夫妻も真っただ中で、うん、で一応連絡が来たんだけど、うん、できればリベルタドーレ夫妻を戦って、うん、終わってから、終わってから移籍してくれみたいな、移籍もしもレイソルさんが待ってくれるなら、うん、その後でもいいですかっていう話をしたら待つよっていうようなことを言ってくれて、うん、だから自分はもうこの2008年のシエンシアーノの方にもう集中することができて、あ、そうか、6月で終わりなのか、そうシーズンがあれってことね、そう秋から夏とか、ね、そうなんかレイソルじゃないっていうち、なんか他のチームもなんかあったけど、あれは何なの？ああ、あれもね、実はね、うん、あって、本当に鹿島でしょ？そう、鹿島の方はなんかどういう流れで行く？鹿島は、うん、うちの、まあ、うちの親父が、うん、その売り込みに行ったの？売り込みに行ったの、鹿島に？鹿島に。なんで？なんでかっていうと鹿島は好きだった？うちの親父が住友金属に働いてた、うん、ああ、そういうことね。そう、で当時のアントラーズのフロント、うん、住金の、うんうん、会長とかみんなもう知り合いだったから、はいはい、それでうちの息子どうですか、うんうん、って言ったら、はいはいはい、鹿島もおおってなって、うん、鹿島の教科部長が来てくれて、うん、わざわざ、うん、わざわざ来てくれて、うん、ペルーまで、ペルーまで、ペルーまで、でレイソルも2回来てる。誰？当時は1回目はシモさんと、うん、キムさん、キムさん、キムさん、あ、通訳です、代理人のね、うん、はい、わかるよ。で、2回目がタケさんと、竹本さん、うん、タケさんとキムさん、キムさんが一応だから代理人としてこう、そう仲介してたってことね。にレイソルは2回来てくれて、そうなん、鹿島は1回、うん、それで決めたの。それでレイソルの、まあ、熱意というか、うん、まあそこが決め手ではないけど、うん、でも今思うとやっぱレイソルに決めて、うちの両親もやっぱ試合見に行くとなるとすぐ 2、30分で行けるし、なんか本当最終的には本当に家族も含めて良かったなっていう、うん、まあそんな、確かにね、そういう決断をして、そうですね。ああ、まあ、柏来てね、しばらく試合も出てないし、なんか足首痛いからずーっと痛かった、もうずーっと痛かった。でこっちとしてはなんかペルーのすごいやつ、すごいなんか選手来た、詐欺師が来たと思ったでしょ、全然活躍しないじゃんってみんな思ってたけどね、うん、だよね、うん、ほんと申し訳ない気持ちでいっぱいだったの時は、いつなんかベールを脱ぐのかみたいな、うん、あったよね、あった、ね、だいぶ長かったよね、2年ぐらい足首の手術したりとかもあったよね、足首で膝も悪かったけど、どっちかっていうと当時は足首、そうだよね、もうなんかね10分15分やるともう、うん、もう足首が
もう動かなくなる。そうなんだ。固まっちゃう。なんか病気なんかなと思って。それは何、そのペルーの時は全然ないでしょ。ペルーの時もちょっとあった。もうちょっとあって、うんうん、あの捻挫したんだけど、うん、でもその時も捻挫して2週間3週間ぐらい休んで、うん、で次のその週からもう普通に復帰してたんだけど、うんうん、でしばらくして、まあ、レイソルと来ることになって、うん、でレイソル来たら来たでまたなんか足首が動かなくなっちゃって、うん、そうなんだ。でその怪我した時よりも症状がなんか深刻で、なんかもう本当に10分15分すると本当もうずっと足首が固まっちゃ う、うん、このすね筋もそうだし、うん、全部がもうガチッガチに、うん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 、でそれでなんかもうプレーはできないし、朝起きるとトイレ行くのも本当に痛くて、もうそれが本当1年半ぐらい長かったよね。ずっと続いてみんな思ってたもん、うん、いつやんのかなと。そう、沢君俺絶対詐欺師だと思われてるわずっと思ってて本当に思ってたよ、うん、絶対そうだと思ってて、もうなんかねもうちょっとでも嫌だったし、嫌だったっていうか、すごいなんか申し訳ない気持ちあったりする、うん、絶対もうなんかねそんな感じだったもんね。最初来た時はもうみんなすごいこう歓迎してくれたんだけど、何ヶ月だ、だんだん、ね、時間が経つにつれてもうなんか逆にみんながもうあの見放すじゃないけど、うんうん、もう全然構ってくれなくなってくる感じ、うんうんうん、で久々に練習参加してももうミスばっかりするし、もうまあ久々にやってもなかなかねボールがつかないし、ね、そうもう悪循環わかる。もうね憂鬱で、そんななんかそのなんだろう、あの鬱にはならないけど、うん、ただもう朝起きて、ああ練習あるわっていう感じで、うん、できればもうメディカルの方にいたいなっていう、うん、なんかなんとなくわかる。もうチームの雰囲気もそうだったよね。そうメディカルの方に逃げたいなと思ったけど、うん、絶対いつか治るんだとそれを信じて、もうほんとずっとメディカルの、うん、当時荒川さんとか大津さんとか、うん、ねお世話になってもう1年半以上かかったけど、ちょうどネルシーニョが来た時ぐらい、うん、来た時ね、やっと2009年の7月ね、自分が移籍しようとしてたタイミングね。そう、あのタイミングでね、タイミング、そう、あのタイミングでネルシーニョが来たんだよね。で自分の足もそのこうもう紐で言うともう二重にも三重にもこうね結ばれてたような筋肉がやっとほどけてきて、やっと動けるようになって、でなんかの練習試合で結構良かったの。2009年、うん、でやっとなんかいいプレーできたなって思ったその次の週に清水戦だったのかな、全然覚えてない。あのもう負けたら、負けたら降格っていう4試合覚えてる？最後の2009年。覚えてません。覚えてない。最後の大宮戦は覚えてます。大宮戦の2個前かな。大宮戦最後でしたよね。大宮、違う、川崎、大宮、新潟、清水、ま、大宮でも決まったのかね。大宮で、ま、引き分けて降格が決定しちゃった。降格決定した試合は覚えてます。覚えてる。でその前の試合が新潟でフランサのゴールで1対0で勝って、その前の試合が清水戦だったの。でその試合で4対0かなんかでしたっけ。よく覚えてるね。うん、そうやっぱね自分がやっぱ出たから、うん、でその清水の1週間前か2週間前ぐらいの多分ね仙台との練習台だったのね。日立でやったんだけど、柏で、ね、そうスタジアムで、うんうん、で確か1対1か別に勝ってないの、うん、でも確かねゴール決めたの、うん、その試合で。それかアシストかな、うん、で体がすげえ動いたっていう記憶があって、うん、やっと体が動くようになったと思ったその次の週の試合でスタメン？スタメンだった、うん、その週の最初の、まあ、月曜日火曜日あんまり分かんないじゃん。分かんないね。月曜日なんかフィジカルみたいで、火曜日もなんか、うん、なんか多数コーンとかなんか切り替えとかさ、はいはい、しょうもないでしょ、ね、はいはい痛いよ、はい、言い出しっぺね、うん、
やったよね。やってたね。で水曜日がだいたい紅白戦みたいな、はいはい、やるときにだいたいわかるじゃん誰がスタメンで。いやわかるね。でその時にまたあのゴールダの方で居残り練習なんだろうなと思ったら、うん、名前ポン呼ばれて、うん、気のせいじゃねえかみたいな思ってでもう一回ちょっとなんかこうあるじゃん、ね、マグネット、うん、あれ見せてもらってえ入ってるってなって、うん、ちょっとエンジンがかかったというかテンション上がった。テンション上がったね本当に。俺出てた記憶ないんだよね。でも2009年多分寝るシーンになってから多分全部出てると思ってる。確かねフランサがワントップの、うん、俺がトップ下の自分の周りは覚えてるけど谷はいた。確かに谷はいた。栗もいたと思う。誰だろう。なんかもう自分の本当この周りしか覚えてなくて。そうだよね。自分はもう試合すら覚えてないそうでそこでもう負けたらおしまいっていう試合で4対0で勝って、でその次の試合もスタメンに入れてもらって、うん、新潟でアウェーでやったんだけど1対0で勝って、うん、そこでもまた生き延び てで最後の大宮戦で、うん、まあ引き分けて、うん、まあ万事休すというか、うん、残念ながら降格決まったけど、結構も決まった後も試合あったの。決まった次の週は川崎、覚えてない。すんげえ土砂降りの試合で、それも試合出たんだけど、うん、3対2で負けたのかな。でも負けたけどすごくなんかこうみんな感触が良かったんだろうね。でもその4試合が本当はこうみんな好感触で、でもうほとんどの選手が J2 のレイソルで残って主力がほとんど残って、残ったね、うん、俺もありましたよ、ね、あの遺跡の話は大変でしたね本当ね。残りました。であそこでね J2 で一気にこう開幕19試合負けなしみたいな J2 あったね。でも初戦引き分けとかじゃなかったっけ。大分に引き分けたね。ボギョンに決めれたの覚えてる。ああでアウェーの栃木も引き分け、引き分け、引き分けだった。そうでもその次から勝ち始めたのかな、うん、福岡かな次。へえー、そのあたりはもう覚えてない。そこで工藤ちゃんが現れた。うん、急にね工藤ちゃんが、貪欲工藤ちゃんがねで点決めて、そっからもうガーッと、うん、負け知らず2敗ぐらいだっけ結局。結局は確か2敗かな。でももううん、もう早い段階でもう昇格決まってたし、うん、まあいろんな選手を使いたいっていうのでやっぱいろいろこうね、うん、若い選手をどん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 入れ替えて。そうだね。だから非常にこう自信がついたシーズン、うん、J2 いえども、うん、そうだね、チームとしてもみんな選手個人個人も、うん、あれがね大きかったかな本当に。1年でしっかり戻ることができたっていうのは、うん、夜中1時2時ぐらいにバスじゃあ乗るぞってね。メンバー外がいきなりスタメンになるっていうパターンもあったし、もうペットボトルブワーンって、ね、